渋谷クロス FM。 Sing it, sing it, swing it your dream。時間です。マネージャーの大沢ありさです。よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はねすごいたくさん人がいる。この番組は日々夢に向かって走り続けるアーティストの皆さんを応援部員が時には優しく相談に乗り、時には厳しく檄を飛ばし、その道のりを応援していこうという青春エンタメ番組です。ニューカマーからベテランまで様々なキャリアの方を迎えして、さらにさらに幅広くアーティストを応援していきたいと思っております。今日もお楽しみに。ということでアーティスト応援部早速スタート。それでは逆転をご紹介いたします。タヤ陽一郎さんです。バキュン、タヤ陽一郎です。どうもこんにちは。今日のバキュン強い。さらに今日なんか人がいっぱいいるからちょっと元気出していかなきゃいけないかなと思って。大丈夫でした？かかりましたバキュン、はい、大丈夫。いろんな意味で刺さりましたね。なんかもう辛そうにしてるもん、みんなもバキュンが刺さっちゃった、はい、よろしくお願いします、はい。今日はですね、はいはい、もうちょっといろいろね、盛りだくさんなんですけれども、はい、まずはね、今日一日はどんな日だったか、どんな日なのかっていうのをご紹介したいと思うんですが、はい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 、今日はノーベル賞授与式の日なんでございますよ。ということでテーマはノーベル賞です。はいはいはい。いろいろね、ノーベル賞皆さん知ってるようで知らないみたいなね、ことが多いかもしれないので、まずはノーベル賞豆知識ご紹介しようかな。うんうんうん、聞いてくれます、はい、はい。12月10日ノーベル賞授与式の日なんですが、スウェーデンの科学者アルフレッドノーベルさんがですね、1896年、日本でいうと明治29年に亡くなった日がこの日だそうです。ノーベル賞は彼の遺言によって創設されたそうなんですよね。悲願だったのかな、うん。物理学、科学、医学、文学、経済学の各賞はですね、うん、スウェーデンの首都ストックホルムで、平和賞はノルウェーのオスロで授賞式が行われます。賞の選考はノーベルが生まれたスウェーデンの研究機関が行っているそうです。ただですね、平和賞だけは創設当時スウェーデンと連合王国であった関係でノルウェーで選考されているそうです。賞ごとに選考委員会作られててですね、世界中の大学や専門家に推薦依頼を送って、その返答をもとに受賞者が選ばれてるんですって。だからこう独断と偏見じゃなくて、本当に世界中のこう有識者たちにこう、ね、どうですか最近こういろんな目立ったありますかっていう、そういう話を聞いてどういう方かっていうのを、ね、選んでるってことで、日本人、日本に縁のある方、ゆかりのある方の受賞者はですね、25名だそうです。ほんまいるんですね、うん、うん、そうなんですよね。最初の受賞者は湯川秀樹さんということで、皆さんもご存知なんじゃないでしょうか。はい、ちょっと勉強になりましたか。勉強になりましたね。どうかな、はい、でも今日はなんか、はい、まだ言ってないですけど、はい、グローバルなんで。そうですね、うん、いろいろグローバルなんで、いろんな意味でね、はい、まあちょっとね、そんな雰囲気に雰囲気で行きたいかなと思います。そうですね、はい、早速始めましょうか。はい、はい、というわけで今日も本日タヤキャプテンと私大沢で本日お越しの素敵なゲストを迎えしておりますので、応援していきたいと思っております。番組のフェイスブックページも皆さんぜひいいねお待ちしております。よろしくお願いします。ではアーティストご紹介の前にこちらを聴きください。ソニックブルーでロックオン。
ストをご紹介いたします。本日のゲストはエヴァ・ブラウンさんにお越しいただきました。ようこそ。では自己紹介お願いします。はい、近づけていただいて、はい、1、2、3、こんばんは。僕たちは男性4人組のポーカーをくるヘーボーこんばんは、こんばんは、はじめまして。皆さんありがとうございます。こんばんは。手声出ないよ。はい、ね、OK です。感謝です。はい、あ、皆さん、あ、こんばんは。僕はエヴァ・ブラウンのリーダー、そして表参道に住みたいと思う。あれ、はい、そしてて、な、し、まさかおもてなしが長寿なおもてさんです。登場よろしくお願いします。ベソンさん、こんばんは。エヴァ・ブラウンのお肌がもちもち、お尻がプリプリ、皆さんの彼氏ミンデヨンです。登場よろしくお願いします。ベソンさん、あれ、こんばんは。エヴァ・ブラウンの王子様、うん、そして時が来た今こそ、ミュージカルの王子様、イオヌクです。どうぞよろしくお願いします。大木さん盛り上がってますね。こんばんは。エヴァ・ブラウンのスウェット、そしてモスバーガーでモスバーガーのチーズモスバーガーを食べた。すいません、ちょっと待ってください。モスモース、ボスさんですか。はい、ボスワンです。どうぞよろしくお願いします。素晴らしい。初めまして、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はもう、皆さん素晴らしい自己紹介をしていただいたので、はい、もうこちらからもう足すことがあんまりないんですが。本当ですよ。まあ、韓国から今回は来ていただいて、今来日中ということで、はいはい、当番組に出ていただきました。エヴァ・ブラウンさんですね。今日は本当多くのファンの方も来ていただいて、そうなんです。皆さん、うちわっていうのかな、この、なんていうんだろう、まあ、ね、持ってきて作ってきてくださって、ガージャに気をつけてください。優しい、さすが王子様。さすがです。ねえ、来ていただきました。早速、メンバーさんにいろいろ話を聞いていきたいと思います。はい、今日ね、初めてお会いしたんですけど、はい、やっぱ皆さん、仲がいい、仲良しですよね、すごく。あー、そうそう、うん、はい、アンケートでもね、こう、うんうんうん、エヴァ・ブラウンのこれだけは負けない魅力なんですかって、結構皆さん、仲の良さとかね、書いてくださってる方が多い。저アンケート를받았는데、형들만이갖고있는매력이라는게하모니아니면또친하다는거。맞습니다맞습니다そうそうそうです、そうです、そうです、家族です、はい、家族みたい、お母さん、お父さん、お母さん、お父さん、제가제가お父さん이죠。うん、뭐예요お父さん。愛してる。お父さんいね。愛してる。ね、そんな、皆さんなんですけど、なんか最近なんか面白いエピソードが、今年の夏ですか。그런뭐친한형들인데올해여름에좀재미있는에피소드가있다는얘기를들었는데맞아요설명한번해주세요아에피소드나츠토끼제히聞かせてください저희가저희가숙소를같은숙소에서생활을하는데今あの同じところで生活をしてるんですけれども、아そうなんですね。여름에도쿄가한국보다훨씬덥더라고요この 今回の夏がですね、韓国よりも本当に暑かったということです。あ、そうだったんですね。日本の夏が暑かったんですね。그래서저희가연습을하다가너무더워서이렇게팬티만입고이렇게다같이방에서연습을練習をしていたんですけれども、あまりに暑すぎてメンバー全員でですね、パンツ一丁で、パンツ一丁で歌の練習をしていたということですね。그만큼저희는아무것도뭐눈치볼것도없고정말가족처럼편안한、それくらいに、ね、あのお互いに遠慮することなく、あ、目を気にすることなく、本当に家族のように。심지어그러다가여기있는리더、お母さん、リーダーが더위를많이탑니다。더위를많이타는데、リーダーがすごい暑がりだそうですね。화장실을갔다가알몸으로나와가지고、
トイレに行って、トイレに立った後に裸でトイレから出てきたみたいです、ね、裸で、ごめんなさい、ごめんなさい、もうなしじゃん、よろぶんで想像しましょう、皆さんちょっと想像はしないでいただければと思います。어차피우리들끼리이제쓰는방이고우리들끼리연습하는거기때문에그럴수있었다고自分たちしかいないのでそうやって裸になることもできたと思います。それだけ家族みたいっていう、皆さんそれを見ても何度も、ね、여러분들그리더태성형이알몸봐도아무생각없어요느끼는아전혀아무생각없었고요저희도그거에동참해서다같이벗고모든걸다내려놓고何も感じなかったので自分たちも一緒になってパンツすべて脱いで裸で、はい、歌を歌っていたということですね。はい、仲いいな、仲いいな。더울때는다벗는게제일좋은것같아서、네、裸が一番だそうですね。なんかメンバー、メンバー추천해주시는거예요 MC 분들한테？그렇죠、뭐더우면더우면、네、あの MC の方にも暑かったら裸になること MC 분들도너무더우시면おすすめします。断ります。거절한대요。오케이하셨는데여기지금 오케이오케이 하이파이브 하이파이브 어떻게된거야 아 하이파이브 하이파이브 소소 오늘처음 봐서 今日初めて会ったので 하이 타이밍가 そうそう ごめんなさい ごめんなさい 徐々に 하이 でもね、そんな仲良しなんですけど、はい、やっぱハーモニーが素晴らしいっていうのもやはり皆さんアンケートに書いてたんですけど、はい、ハーモニーが素晴らしいっていうのもやっぱ秘訣みたいなのがあるんですか？형들ハーモニーが그렇게아름다운게비결이있나봐요。무슨비결？비결이라고하면이제팬티만입고연습을하다보면、네、저희가누구나다그렇게모든걸다내려놓고하나가되는特に秘訣というものはないんですけれども、やっぱりみんなパンツ一丁になって練習をすれば一体感も出ますし、全部さらけ出して練習をすれば上手くなるんですね。다같이하나가되는그런느낌。みんなで一つになる一体感というものが生まれるので、はい、それがいいかなと思います。なんか、いい話なのか、何なのか。그게좋은얘기인지나쁜얘기인지모르겠어요。좋은얘기예요。もちろんいい話です。いい話、いい話、もちろんいい話、もちろんいい話。皆さんうなずいてるから大丈夫でしょう。はい。あと困ったこと、困ったことがあるという。そうなんです。MC に相談したいこと。MC 분께상담을하고싶은고민거리가지금やっぱり태성さんですか？태성형고민거리아고민거리맞아고민거리요즘들어있었는데요ご紹介させていただきます。まず태성さんの人が最近どんどんかっこよくなってしまっているのでちょっと困ってると自分でどうしたら抑えられるでしょう。で逆にスワンさんの悩みがリーダーがかっこよくなってると思っているのが心配です。みんなうなずいちゃった。心配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 だ。心配もう心配。中症だよ中症。말기말기。もう重症で末期の症状だそうですね。あれあれ。ナルシズムくん。ナルシズムの極みということ。なんか名言でちゃう。具体的なエピソードみたいなあるんですか。具体的にくエピソードなんかいないよ。언제가장태성씨가제일잘생긴예저는보통이제샤워하고난다음에거울을딱봤을때그모습이정말잊혀지지가않더라고요너무잘생기고一番その멋진모습自分のことがかっこいいと思う瞬間がシャワーが終わった後に鏡で自分の姿を見た時がもうかっこよすぎてどうしようもないなと그래서사실은그때저희이제연습더울때연습했을때알몸이었다고했잖아요그때화장실가서이제사실제모습벗은모습에이제멋있음에취해서말을이렇게더듬니멋있음에취해서이제그런모습을좀聞くの怖いですね。된것같아요さっきお話ししたエピソードなんですけれども夏場に歌の練習をしていてまあトイレの方で裸になってしまった理由っていうのもまあトイレの中で裸の自分を見てそれに酔いしれてしまったとそういう話をしてます。おお、まあまあまあかっこいいはかっこいいんですけど、かっこいいはかっこいいんですけど、なんかそこまで来るとどうしていいかわからないですね。こちら。戸惑いもね、確かに理解できるかもしれない。今日持ち金持ちんで、こいかじ수준に가면은、ちょっと뭘말을해야되는지모르겠대。그냥받아들이시면ただ一つ、ただ一つ言えるのは、メンバーさんが困ってます。형말고다른멤버들이좀고민하고있대요。아、당황스럽대요。まあね、困ってるけど、まあそういうところも好きなんでしょうね。태성형의그런점도다들좋아지는거죠違うのかな아니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 좋아하는거맞아요맞아요이이데스이이데스리더ですから이이데스리더だから아또네同じので4億さん目標이
まだ小さい姪っ子がインターネットを使って検索できるまでに、万人に知る有名人になっていることが目標ですと。はい、そうそう。형의목표인데아직도조금만조카분이크고인터넷으로검색을할수있게될때까지많은이아는공인이되는게네네남들이다아는공인이되는거메이코さんはちなみに자랑스러운삼촌이되고싶다고すごいあの誇らしいあの自分がなりたいという아今おいくつぐらいなんですか지금저가가지금몇살이세요한국나이로는5살일본나이로는4살한국의도시では5살で日本の都市では4歳아それぐらいってことはまだ検索しないくらいですね아직그럼검색을할수있는나이가지금아직은 아니고 한 8살, 9살 정도 되면 네. 마다 조금 早いみたいなので, 大体 8살ぐらいになったら 検索できるようになるかなと. 3、4ぐらい. 한 4-5년 안에 빨리 성장할 수 있도록 도와달라고. 아또 4-5년 の間に そういう風になれるようにどうか 力を貸してください. 아, 是非. できることはね、みんなでね、していきましょう. この番組でできる限界の言葉. もう皆さんもね。ね。今でも十分ね、自慢でしょうけどね。これからもっともっと皆さんビッグになって、はい、せっかくなんで、4方に歌をやっぱ聞かせていただきたいなと、聞かせていただけるんですよ。で、ただね、見に来ていただいた方は分かると思うんですけど、なかなかこのスタジオでバンってやるわけにはいかないので、まあこの座っていただいた状態なんですけど、4人のハーモニーを聞かせられる曲なんかがあったら。ぜひお願いしたいなと思うんですけど、大丈夫ですかね。今日はアカペラですよね。괜찮겠습니까。アカペラ로여기에서많이는부르지못하지만노래를좀형들이불러줬으면네아그러면은저희가저희미니앨범이번에수록곡인해준게없어서의그사비부분을조금들려드리겠다고ちょっとあのエヴァブラウンのミニアルバムの収録曲の해준게없어서という曲があるんですけれどもそれのあのサビの部分のワンパート今から歌を披露させていただこうかと思います。お願いします。はい、では、ご紹介しちゃって大丈夫ですか？はい。それでは、準備が整いましたら私からご紹介させていただきますね。はい。그럼형들준비되면이분께서좀소개를하겠습니다。はい。準備되셨습니까？はい。それではお聞きください。エヴァブラウンさんで。皆さんお聞きください。はい。始めます。へじゅんげ없어서。せの。へじゅんげ없어서、내가부족해서、네가내곁에있는게미안할때가있어。이렇게너에게모자란날사랑해줘서。나는더바랄게없어네까지이만ありがとうございます素敵ありがとうございます外にもちゃんと聞こえましたか聞こえてましたあったまりましたね근데이거밖에소리가잘들리나요밖으로아들려요저희가너무짧게들려서아쉬운데다음에기회가된다면은좋은무대에서완곡을해드리고싶다고ちょっと少しの時間しかなかったので少しのあのフレーズしか聞かせることができなかったんですけれども機会があったら一曲まるまるステージの方で皆さんにお聞かせしたいなと같이오셨으면좋겠다来てくださいお二人もぜひ来てくださいぜひぜひ聞かせていただきたいと思います写真も一緒に撮りたいそうです。あ、本当。너무더울때는안오셨으면좋겠다고。너무더울때는안오셨으면좋겠다。あまりにもあの暑い時にはちょっと来なくてもいいかな。버질수도있으니까。それはやめときます。ちょっと皆さんの2倍ぐらい横があるんで大丈夫ですか。ちょっと今ちょっと太り気味なんで申し訳ない。ダイエットしてから行かせていただきたいかなと思います。そうしましょう。その素敵な声ね、聞かせていただける。ライブが。아형들아름다운목소리를들을수있는공연이가까운날에있나요아저희가지금네쇼파스에서공연하고있죠네맞습니다해주시면자일본어로제가한번어니혼고대리더가니혼고대니혼고대아すごいね카메라와허닝페이퍼허닝페이퍼ですか皆さん신호쿠보의라이브하우스쇼복스쇼복스にて지지카이사이노이벤트も行っております皆様ぜひ
お越しください。ありがとうございます。はい、素晴らしい。新大久保のライブハウスの小ボックスにて随時、はい、行われているので、まずそうです、そうです。で、公演後にはね、これチェキやサイン会。コメント名をチェキなサインウェイ、クロムドハゴ行ったんです。で、メイラブスが毎日、はい、皆さんに直接会って写真を撮ったりできるってことですか？여러분한테직접만나서사진을찍거나사인받거나그런게가능한그런그런거하고있는거죠네그런걸하고있는데공연하고끝나고에行かなきゃ皆さん行かなきゃ今来日中ということなんで一度やっぱりあれですよねあの期間というものがあると思うんですけど今回はいつまでいられるんですか지금공연중인데막공이지금언제입니까이번에막공아예올해막공은12월31일저녁8시로예정돼있어요또今回は最終公演が大晦日12月31日の20時の方から始まってますので12월31일저녁8시에뭐하시는지12月31日の大晦日にお二人は何をされていますかあそうですね없잖아없잖아만들고있는없잖아오세요오세요聞いてください聞いてください今年の最後の夜を自分たちと一緒に過ごしていただければと思います。あ、はい、そうです、そうです。断りたくない。ぜひ行かせていただきます。ご加減すみだ。そうだな。저희요거보시는もちろんもちろんでも本当に많은시청자여러분들도많이와달라고今外で見ていただいているファンの皆様、視聴者の皆様もぜひ、はい、来ていただければと思います。いや、はい、でも本当に歌声が素晴らしくて。うん、実は事務所で打ち合わせとかもしてる最中に、まあ、ちょこちょこ歌っていただくんですけどもうスタッフ陣営みんながもう CD を聴いてるみたいだっていうのを노래소리가진짜끝내줘가지고아까미팅갈때도다들노래소리를들어가지고이분들이아 CD 를그냥듣고있는것같구나뭐그런목소리들너무나감사드립니다감사합니다もうありがとうございます本当にライブは見させていただきたいですね本当に진짜로공연은한번좀보고싶어요아진짜언제든지오세요네行かせていただきますいつでも来てくださいお願いしますいや本当にまだまだお話聞いていたいところでありますがお時間が来てしまいました本日はエヴァ・ブラウンさんの皆さんにお越しいただきましたありがとうございましたでは最後にもう一曲お聴きいただきたいと思います。こちらの曲紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。그대는모르죠곡소개부탁드립니다아네그대는모르죠는요저희첫데뷔싱글앨범입니다그대는모르죠これは初のデビューシングルの曲になります네저희에버브라운이하고싶은음악장르에가장가까운음악입니다僕たちエヴァ・ブラウンがやりたかった音楽のジャンルに一番近い音楽として構成されているものです네어쨌든발라드인데지금같은계절에정말잘어울리는곡이니까요발라드なんですけれども今みたいな寒い季節に本当に合う曲になっています저희에버브라운의그대는모르죠와함께조금이나마따뜻한겨울을보내셨으면좋겠습니다僕たちのエヴァ・ブラウンのこの歌と一緒に少しでも暖かい冬を過ごしていただければと思います王子様なるほど暖かい暖かい歌声で、はい、ではお聴きください、はい、エヴァ・ブラウンさんでグデヌンモルジョどうぞさらがんまんくん、ちょわはんまんくん、いべるあげてて、いべらんまんくん、あぱはんまんくん、さらんとあげてめんちゃん、ぴょんあるてんで。사랑없이도행복하단말나는이해못해요그런말들은진짜사랑을모르고쉽게내뱉는말들뿐이죠그대
다오히려더상처만커질지도몰라요내는모르죠내마음도모르죠원망만되네요그대キャプテンからの指令を達成しそして時には無茶ぶりに耐え部員として成長していけようというコーナーです。カリニューブのアイタンとカナゴンとウマチューです。はい、こんばんは。こんばんは。カリニューブの部長になりましたアイタンとカナゴンとウマチューです。お願いします。よろしくお願いします。部長になりましたって毎回言うの。いやいやちょっと今月は言おうと思ってね。ちゃうんですよねこれね、うん、これも、まあ、エヴァー・ブラウンさんが今まで出ていただいて、はい、その皆さんもはけられたからこう みんなに言いたい、うん、はい、まあ、カリニューブじゃないわ、アーティスト応援部内では、うん、やっぱ男が僕と S ディレクターっていう感じでいいじゃないですか。何ですか、はいはいはい、今日のみんなの態度、はい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 、今日の態度何ですか。なるほどね。なんか全然違くて何か、まあ、確かにめちゃめちゃ、そんなことないよね。もう、事務所のドア開けた時から、はいはい、やべえめちゃめちゃイケメン来たと思ってた。確かにね、今までのあれですよね、こう打ち合わせ中にはない空気が流れましたね。確かに、確かに、なんか新しい空気というか、うん、なんか、そう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 、アイタンのなんかおばさん感がすごくて、え、ちょっとイケメンね、イケメン来たよ、イケメン来たよとかずっと言ってて、そうだから、まあね、まあ、かっこいいなと思いまして、ね。はい、もうなんかわかんないけど、とりあえずたやさんごめんなさい。ごめんなさい。ちょっともっとたたえろ俺を。はい、ごめんなさい。もうね、まあ、でもたまにはね、うん、こういう日があってもいいんじゃないかな。たまには女子に優しい日でしたね。そうですね。目に優しい日。なかなかやっぱ男性アーティストでグループっていうのは初めてだったから、ね。そうですね。はい、まあ、もちろんかっこいい方にたくさん出ていただいてますけどね、今までもね。バンドさんは一回いたか。そうですね。うん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 。でもこういったこうハーモニーを聞かせていただくような、うんうん、アーティスト素敵なハーモニーでした ね、素敵でしたね。余韻知れちゃった。このまんまちょっと余韻に浸ってます私たち、はい、そうします。そうですね、やりましょう、やりましょう。はい、コーナー行っちゃいますか。行っちゃいましょうか、はい、それでは今週の部活の内容を発表していただきましょう、はい、キャプテン今週の部活内容なんでしょう。今週の部活はライブレポを発表せよ。パラッパラッ。はい、はい、ライブレポですね、はい、今回は誰のライブに行ってくれたのかな。はい、今回は8月6日に出演していただきました橋本康さんのワンマンライブに夜の部にお邪魔させていただきました。場所が東新宿から少し歩いたビルの地下にある S ディレクターも一目惚れの素敵なライブハウス新宿サクトへお邪魔してきました。はい、ワンマンライブの、あ、大丈夫かな？ワンマンライブの1曲目は、うん、ピンスポットで当てられながらのピアノの弾き語りで、うん、心地よい低音の効いた1曲。お客さんも私たちも橋本さんの世界ぐっと引き込まれていきました。2曲目からサポートメンバーが加わってギター、ベースのきっかけでコーラスも含めた体が思わず乗ってしまうような明るい曲のメガネの車窓から、そして3曲目のラブファジー、
4曲目にレディーバードとおしゃれなリズムが耳に残る曲が続きました。橋本さんらしいタイトルですね。そうなんですよね、メガネの車窓からなんかいいですよね。そして5曲目のピアノの弾き語りが終わって、次の曲に入るとき、眠らないように手拍子をお願いしますという橋本さんの呼びかけで6曲目がスタートします。何どっち向けだろうっていうのも、私ちょっとゆったりした楽曲が続いたんで。そういうことなんだ。それでその曲は照明もカラフルで明るく、キャッチーなメロディーを踊りたくなるような1曲でした。MC では橋本さんがバンドメンバーに話しかけて、仲の良さや温かいお人柄がとてもよく出ていました。本気か冗談か、橋本さんのライブでは1時間押すことは当たり前のようで、予定組めない。その日の昼の部で時間ぴったりに終わったらしくて、もうそれが奇跡だとおっしゃっていました。橋本さん。そして以前出演してくださった時に紹介のあったルテンの空をラストに、橋本さん その第アンコール前のライブは1回終わるんですけれども、うんうん、アンコールの時って普段はこう1回下がってからお客さんがアンコールっていうのが、自分からアンコールをこう煽って自分から煽っちゃって下がんないで、1回下がるそのままアンコールこうやらせて、それでもあ、もう大丈夫ですって言ってアンコールありがとうございます。すごい、すごい、ね、新しい、すごい、それでもすぐアンコールに行きました。勉強になるな。そしてアンコール1曲目終わりに、本日誕生日だったコーラス隊木村さんのサプライズケーキが登場します。ベースの方のたどたどしいピアノ伴奏で会場一体となって合唱してお祝いしました。そして最初から最後まで橋本さんの温かい雰囲気に包まれたアットホームなライブが終わりました。で今回のアーティストインタビューはステージ上でさせていただきました。へー、あ、すごい、はい、そうなんですよ、上げてもらいました。はい、今回ちょっと待ってステージ上がって、あ、なんかでも言ってたよね、なんか、はい、この、まあ、ワンマンライブということだったので、なんか、いや、せっかくならステージ上がってくださいよってことだって、面白そう、あーって思いながらも、ちゃんと喋れた、はい、噛まなかった、ド緊張でした。大丈夫だった。なんとか喋る。私が聞いてて今緊張してきちゃった。はい、ではね、そのね、インタビューの様子を、はい、まず、いくつかね、質問をしたんですけども、はい、まず、ライブ前に必ずすることはありますかと橋本さんにお聞きしたんですね。そしたら、必ず手を洗うそうです。へ、手を洗う、なんか手を洗わないと気になっちゃうんですって。健康的。そうで、あとは、そのなんか、音楽の話あまりしなかったりとか、あと、仮眠、もう寝たいそうです。寝る、歌う前なのに寝ちゃうらしいんですよ。で、なんかその喉を休めるためですかとか聞いたら、あ、知らないっすね。特に理由はないみたいな。とりあえず寝たいみたいな。そこまでこだわりがない。でも橋本さんめちゃめちゃだって声も綺麗。そうですね。なんかめっちゃ気使ってそうなのにね。喉寝ちゃわないのかなって思いますけど、全然そんなことないって言ってますね。だから、とりあえず、手を洗うことと、あと、時間次第で仮眠っていう。時間次第で仮眠。なんかいいな、マイペースな感じが。すごいいいな。橋本さんっぽいわ。そして、音楽活動を続けてこられて、嬉しかった点とか良かった点、ね、やっぱ長いことされてるのでパッと出てくるかなと思ったら、少し考えて、パッと出てこないんですけどでも、ためながらね、でもやっぱりこうして、ライブ中だったので、ライブに来てくださることがやっぱ一番嬉しいですねっておっしゃってました。ただ、ためてから言ったのでちょっと笑いが起きながらだったんですけど、でもやっぱりね、やっぱライブをして直接来ていただくことがやっぱ一番嬉しいみたいですね。はい、で、そんな応援してくださるファンっていう、その橋本さんにとってファンとはどんな存在ですかってお聞きしたんですよ。そしたら、もう家族だそうです。ファミリー。はい、家族。素敵。もうなんか橋本さん自身、8人家族プラス8匹のペットたち、すごいな、すごい、大家族、大家族で、なんか16の生命が、1人1匹ぐらいの生命が、8人家族で、はい、で8匹の動物たちです。だから、一つの家に16の生命が、何そのなんか、ワンペア性みたいな、なんかちょっとアニメとかでありそうじゃないか、一人一匹みたいな。そうで、そのやっぱそのちっちゃい時からその大家族で過ごしてきたっていうのもあって、やっぱそのいればいるほど落ち着くっていうのもあって、やっぱもうファンの方はもう家族ですねとおっしゃってました。はい、で最後にね、今後の目標聞いてきました。そしたら、今
あのファンからファンの方からの、うん、まあとある提案である一曲をあの制作中みたいなんですね。はい、あのまあメガネのあの多分先ほど歌にあったあのメガネの車窓から、うん、からメガネの車掌からだよね。メガネのそうメガネの車掌なんか車窓から車掌になっちゃうみたいな。まあちょっとあの、はい、あの。うんいろいろなんか番組で、はいはい、あとある番組で紹介していただいたときに、はい、あのテロップが違ったんですって、うん、車窓じゃちょっと間違えられちゃって車掌からになってしまってメガネの車掌からになっちゃったんだよねメガネの車掌からっていう感じになっちゃったのが、まあ、でもそしたらその、まあ、せっかくならそれで曲、うん、1曲作ってみたらメガネの車掌からも作っちゃうよみたいなメガネシリーズ増えちゃってるそうどん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 出てくるそれで、まああのまあ、それもファンの方からの提案で、まあ、ファンの方と一緒にその曲を作ってるみたいで、そのうちなんか次はメガネの社長からとそうね、似たようなやつね、はい、で、まあ、あの、あとはあの、うん、中野サンプラザを目指してますと、うんはい、あのホール向きの声とかもいろいろあるみたいなんです。あの、はい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 、橋本さん自身の、まあ、持論なんですけど、うんまあ、自分はホール向きの声だと、うん、声質だと思うので、そのなんか中野サンプラザに立ってアカペラで歌った時に、うん、どんな響き方をするのかがすごい気になるっておっしゃってました。あら、はい、ちょっと気になりますね。結構広いですよね。そうなので、まあ、中野サンプラザで、うん、そのあた、まあね、あのいろんな曲を聴けるのが、うん、私たちの楽しみでもあるなって、ね、なるほど、はいはい、思いましたね。またその時はね、ライブレポにね、行かせていただいてね、はい、みんなでね、今回行けなかったからね、みんな一緒行きたいね。でですね、あの今回はファンの方にも、はいはい、インタビューをすることができまして、うん、はい、こちらですね、はい、あのお二人の方に、うん、はい、右の方がやっさんという方で、はい、で左の方が伊藤さんという方なんですけども、伊藤さん、ありがとうございます。はい、で、あの右のやっさんは、うん、もうファン歴が12、うん、3年、わ、もう家族、もう家族ですね。ですね、はい、で左の方も10年なんですけども、うん、あの伊藤さんはあの名古屋から今日あのこの日いらっしゃったみたいです。はい。で、まあ、あの二人に、ね、好きな曲は何ですかと聞いたら、うん、まずダンスダンスダンスというなんか無駄にこの写真かっこいいな照明の感じもありますね、うんはい、本当におしゃれなところだそうなんです伊藤さんいい表情してます、はい、答えてるよね答えてるよで、まあ、ダンスダンスダンスっていう曲とミュージックっていう曲を、うん、あの上げてくださいまして、まあ、ダンスダンスダンスはもう CD よりライブでぜひ聴いてほしいとおっしゃってて、ね、で、はい、ミュージックはあのファンタジックで絵本を思い出させるようなあの一曲になってるので、まあ、あのあまりライブでやらないけども好きっておっしゃってましたね。はい、ファンならではですね。そうですね。で、うんまあ、最後にあの橋本さんの魅力お聞きしたところも何よりも歌のうまさですね。やっぱもうなんか低音があのマイルドに響くので、うん、もうそれが心地よいし、うん、あのもうライブ音源を CD にしてもいいぐらいうまいので、やっぱもうどんどん頑張ってほしいと、うん、はい、ファンの方もおっしゃってました。はい、でね、あのライブの日程もスケジュールも決まってるので、メチお願いします。私の方から告知をさせていただきます。はい、橋本康史フリーライブ出演決定。イエーイ。フリーライブ、ですね、まずは歌い人 in コーノスありがとう2016ラストライブが、うん、12月18日日曜日ウニクスコーノス内イベント広場にて行われます。一部と二部の二部構成になってまして、うん、一部が11時からで二部が14時からとなっております。で、もう一つが12月23日祝日、これは山の楽器池袋店にてインストアライブ決定。イエーイ。でこちらは閲覧無料です。お、あら、お、そうで、場所がですね、池袋本店の9階屋上の食と緑の空中庭園のイベントスペース。綺麗なところだ。最近できた。こちらは13時からとなっております。はい、でもう一回17時からの回があるんですけど、こちらは同じく西武池袋の本店の次は9階の屋上ではなく5階の紳士服売り場の特設ステージにて。紳士服売り場で歌うの？紳士服売り場で歌うの？ちょっとどんな感じなんだろう。興味出ちゃってるから。スーツ
ツのマネキンがこうやってるところ似合う、似合う中で歌ってるんですよね。へぇ、かっこいい。はい、で詳しくは、はい、すべて小文字で hashbook.com っていう橋本さん の、 そのライブ の、 あのネットのページをご覧いただければ、はい、一発で hashbook.com、 はい、全部小文字です。こちらをご覧ください。はい、はい、で橋本さんツイッターもやられてるので、うん、まあ、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、ありがとう。あら、はい、はい、以上以上ですか。はい、以上ライブレポのコーナーでした。お疲れ様。ではでは告知お願いします。お願いします。ハリニューブは新メンバーを募集しています。私たちと一緒にアーティストさん応援しませんか。詳しくは番組のホームページからオーディションバナーをクリック。元気に番組を、そして渋谷を盛り上げられる方をお待ちしております。みんなが誰かを応援すればきっと世界は頑張れる。番組終了後20時30分からショールーム配信を行います。番組内でお伝えしきれなかった本日のゲスト、エヴァ・ブラウンさんの魅力も私たちがさらにさらにさらにお届けいたします。お楽しみに。楽しみに。はい、以上カリニューブのコーナーでした。バイバーイ。音楽活動にプラスアルファ、渋谷から世界へ、世界中に歌声を届けよう。あなたに合った活動がきっと見つかる。アーティストの夢が色づく時代に合わせた新しいプロモーション、アルファエンタープライズは新時代のエグゼクティブな音楽活動でアーティストの夢をサポートしています。というわけで、はい、番組もエンディングでございます。エンディングですね。今日も早かったよ。はい、今日はありがとうございます。はい、いろいろここで番組からのお知らせさせてください、はい、アーティスト応援部では番組に出演したいアーティストを募集しております。お家で聴いているあなたも、すぐそこで見ているあなたも、あなたも、そうですそうです。はい、次戦打線は問いません。応援したいアーティストがいればどしどし番組にご応募ください。エントリーは番組ホームページからアーティスト応援部、もしくは a-onwenbu.com で検索してください。お待ちしてます。はい、はい、いや今日もありがとうございました。いやいや、今日はやっぱあれですね、初の海外の方っていうのもありますけど、通訳ありっていうのが初めてで、そう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 、そうですね。もうちょっとドキドキでしたけど、でも少し皆さんやっぱ日本語勉強されてるってことで、やっぱりこうなんかちょっと聞きながら、あ、そうですそうですとかね、言ってくださったんで大変助かりました。アリさんライブやるんでしょ。そうなんでございます。ありがとうございます。はい、はい、持ってきてます。じゃらーん。あ、いいんですか、いいんですか、いいんですか。じゃじゃん。あ、そっちで行きます、どっちで行きますみたいなね。はい、以前番組に出演していただいたソニックブルーというですね、バンド、田谷さん覚えてます、田谷さんの回ですね。サックスプレイヤーがですねメインボーカルというかメインのバンドなんですけれども、そう、アークさんと、そして、RJ ですね、 RJ です。はい、の初めてのファーストワンマンショーがですね12月15日木曜、水曜日、木曜日、失礼いたしました、木曜日です。はい、来週木曜日に渋谷ですよ、皆さん近いよ、テイクオフセブンで、はい、夜7時からスタートになります。18時オープンの19時スタートです。コロナ禍でですねゲストとして私も参加させていただきます。ソニックブルー、従えて、あ、そういうことなんだ。はい、ソニックブルーイズ、はい、じゃあアリーさんが一人で出るわけじゃなくて、ではなくて私がボーカルとしてソニックブルーが演奏してる中、さようでございます。ブーイングを背負いなっつあれブーイングしないで、こらえてすごいな。そうなんですよ、ボーカルスタイルじゃないもんね、ソニックブルー。そうなんです。で、いつものソニックブルーの、曲の中でもアコースティックバージョンでお届けする一部あったりとかするので、いろんなこうソニックブルーの新たな一面が見られるんじゃないでしょうか。ソニックブルーも、ライブレポ行きなよあ、おいでよちょうど映ってないけど責められる、はいはい、ということなんで、はい、皆さん来週なんで師走の忙しい時だとは思いますが、ぜひぜひ来てくださいな、はい、お待ちしております。はい、いや、早いもんですね。早いもんですよ。なんかでも、エヴァーブラウンさん、はい、ライブレポするとやっぱ韓国行くのかな。あ、え、私も行きたい予算出るのかな、私も行きましょうか。牛の番組予算出るのかな。オペレーターの皆さんも行きたい行きたい、みんな
で行こう。なんか違うとこが盛り上がってる。行っちゃいます、みんなで。みんなで行きましょう。いや、なんかそれは向こうの事務所といろいろ相談してツアー組んでもらいましょう。OK です。はい、ということで話はつきませんが、はい、そろそろお別れのお時間でございます。はい、皆さんまた来週も見てくださいね。バイバイ。また来週。一